独創的な野外劇で知られる劇団維新派が新作投資図を大阪市の中之島ゲートサウスピアで上演しています。大阪では10年ぶりとなる維新派野外公演の狙いは、川べりから街を見つめ直す大阪の都市論です。大阪湾に多くの川が流れ込み、水の都と言われる小都大阪。今回の公演は、人や文化、歴史が交差する川べりの仮設劇場が舞台です。梅田の高層ビル群や橋を渡る車のテールランプが浮かび上がる中、白塗りの役者たちのセリフが川から吹く風と混ざり合うように響きます。川に着目した野外公演の狙いには、経済効率優先の町の開発に対する問題提起があるといいます。町の汚れを海に運び、水蒸気が雨になって再び町へ流れ込む川。舞台ではそんな宇宙的な循環構造を持つ川の時間の中を、大阪の町と人々の記憶が折り重なるように流れています。土佐堀川と堂島川が合流して名前を変え、阿字川と名前を変えるところっていう、かっこいいですよね。それ言うと交通の要所でもあるしとか、人間のやっぱりある意味ちょっと交差路になって、その意味では文化の交差路でもあって、いわゆるステレオ化タイプされてないような大阪の街での暮らしぶりとか、移民の歴史とかね、そういったものをちょっとこう川辺での生活として描きたいなと思います。この公演は今月28日まで行われます。